それでははさんこんこにちはオプショントレード普及協会の森屋と申しますで、えー、にもう5回目ということで、これ、今回最終回なんですね。あのまあ、これで終わるのはちょっと名残惜しい気はしますが、まあ、5回にわたって、オプションの個人投資家でもできる、あるいは私たちオプショントレード普及協会では、 個人投資家の皆さんとよくお話をする機会がありますで。そういった方々が実際にやっておられる戦い方だとか、我々が勉強会やるんですが、その勉強会で実際にやってみようというようなことを研究したりする、そういった、えー、内容を今回、5回にわたってお話をしてまいりました。えー、私がまあこういう高いところからお話するというのも、えー、実は、えーまあ、おかしな話で,です、ね、皆様と同じ、えー、個人投資家でございます。 ただ、今申し上げたように、一般のオプションやっておられる、まあ、仲間が私の周りには多かっただけで、えー、その経験をもとに、こういう場を設けてお話をさせていただいてます、えーまあ、少しでもですね皆さんの、まあ、オプショントレード、あるいは、えー、投資において、ですねプラスになるように、えーまあ、最後のセミナーですが、えー、頑張ってやっていきますので、ご成長よろしくお願いいたします。 さて、えー、今日はですね、えー、ここにありますようにあの、カレンダー系戦略ということで、えー、現月の違うオプションを組み合わせるというお話なんですね。で、これまでは、まあ、第一現月、一番流動性のある第一現月だけで戦うことをやってきましたが、今日は第一現月と第二現月を利用してやっていきましょうというお話です。で前回ののデルタのダイナミッックヘッジも、まあ、相当な マニアックというか、えー、内容でしたで今日も結構なマニアックな内容です。えー、ちょっと何言ってるかわからないっていうような感じもあるかもしれませんが、えーまあ、テキストも見返せるように作ってありますので、えー、なんとかですね復習をしていただいて、えー、ぜひ皆さんカレンダースプレッド経営をですねやってもらいたいなという思いがあります。というのも。キサキの流動性が 高まらなないいとこの戦略は使えないんですですから、個人投資家の皆さんがいっぱい、基地化だけじゃなくて、木先も使うようになれば、流動性高まるわけですよ。で今日はカレンダーとリバースカレンダーという,こう逆のポジションを説明します。ということは、ある方はカレンダーでいって、ある方はリバースでやれば、流動性が高まるじゃないですか。ということで、本当にここにいる皆さんがしっかり理解していただいて、やっていただく。 これを私たち、まあ、一個人投資家としては、期待したいと思っています。では、えー、まあ、毎度なんですが、前回やった、まあ、お話の復習をするとともに、前回セミナーを聞いた方が、そのタイミングで実際やれた内容を今日はご紹介します。えー、前回は、 テキストの1の1ですが、お手元、字が多いので、お手元をご覧いただいた方がいいと思います。えー、まあ、ロングポジションですね。ロングストラングル、またはロングストラドルという、プットとコール両方買う。まあ、両立てみたいなポジション作って、両立てですから上がっても下がっても、先物の,の場合は何も関係ありませんが、オプションの場合はコール買ってプット買えば、 まあ上がっても下がってもなんとかなるポジションにはなるんです。で、それをデルタヘッジをすることによって、まあ、利益が少し少なくなるかもしれないけれども、損失になる確率を下げようといううに、バランスを取る作戦をお話したんです。前回聞いていただいた方は思い出してください。で、そのセミナーやったのが8月の2何日だったかな忘れちゃったっけど、23とかでしたかね。でその後に そのお話をしたいいタイミングがあったので、えー、やってみました。前回セミナーやったのは27、27ですね、8月27にやりました。やった後で、まで、あ、ご覧ください、28日っていうのは、まあ、ボラティリティ、これ日経 VI、ご存知ですかね、日経 VI、何度も私説明しています。日経平均 VI ですが、この値が15を割り込んでる水準なんです。ですから、こういう時は、ロングポジションは、 まあ、ボラティリティの低下というものの影響を受けにくいですよね。だって、これ以上下に行きにくいわけです。行かないとは言わない。行きにくい。日経平均との違い分かりますよね。日経平均は、例えば2万4千円が安いのか高いのかは誰にも分からない。今、下げてきて、例えば2万3千円まで落ちてきたら、2万3千円が安いのか高いのかは分からない。しかし、VI は15を割り込んだらどうも、これ以上下に行きにくい。というのは分かります。そこで今、これ、ちょうど、 まあ15割り込んでるときはいつでもやれるよねっていう感じで、このときにですね、これはそのときのチャートなんですけど、コール2万3000、2万3000を買う、下はプット、2万2500を買うというポジションを取りました、これは、権利行使価格が違うので、ロングストラングルと言います。いいですか、同じ権利行使価格で組む場合をロングストラドルと言います。 買ってる場合ね。両方ともね。で、これはロングストラグル。ということで、なんでこれしたかっていうのは、まあ、これ、まあ、適当ですわ。適当ね。何でもいいんです。満期まで持つんだったらば、想像してください。コール2万3千を買ってる。プット2万2千5五百を買ってるということは、少なくとも2万3千より上に行かないといけない。あるいは2万2千5五百より下に行かないといけない。しかし、まあ、満期まで持たない戦い方をするんであれば、 利益が出たタイミングでぱぱっとリグっちゃってもいいわけです。で、今回は、こういう、これ、先物の,のうまい人はやれるんでしょうかね、ショートでばーっと取っていって、大底で買って、土填して上に上がっていくとか、できるんですかね、私にはできない。大体、売ったらそこで上がっていくみたいなことが多いです。で、今回も、どうにおこうにもわからないですよね。 まあこれ分かる人は先ものやればいいんですよ分からない人はオプションやりましょうということで、上がっても下がってもいいポジション取った。で、取ったんですが、これ、ほったらかした場合、どうなったかっていうと、先に見せます。ほったらかしした場合が1の4というページ見てください。ちょっとすいませんね、行ったり来たりします。1の4というページを見ていただくと、先ほど見たコール2万3000を買って、プット2万2500を買って、ほったらかすという、いわゆるロングストラングル組んだら、結果的には、 SQ の値が2万3057円かな。本当は2万3 0 5 7何なん,なんですけど、まあ、2万3057。ということは、コール2万3000円はインザマネーになりましたね。57円インザマネーです。したがってコール、このコール2万3000円というのは、最終的には5万7000円返してもらいます。支払いを受けられます。一方、プット2万2500は、これはプット側ですから、アウトオブザマネーなんで、パーです。 したがって最初に入れたお金が、買った時のお金が、えー、ちっちゃくて見えない、お手元の見てください、コールは145円、プットが130円、合計27万5000円のお支払いなんです、そして5万7000円返ってきますから、結果的には20万円以上負けちゃったという、そういうお話、ほったらかしだね。でも何もしなかった、例えば大暴落して2万2000円割り込むとかなったら、このプットの2万2500円が。 大きく儲かるわけです例えば2万2000円を割り込んでれば、プット2万2500から50万円ぐらいもらえますから、最初に投資した27万円ぐらいは十分返してもらえますよね。しかし残念ながら、この相場は、ね、いい感じに2万2500を割り込んだんですよ一、一時的に。でも結局最後上がっちゃったっていう。ね。だからほったらかししてた人は、 残念な結果、そこで前回は何やったかというと、デルタをうまいことヘッジすることで、その大負けをなくしつつ、まあ、うまいこといけば利益出るような、そういう戦い方を説明したんです。これは、この矢印が書いてあるところは、売ったり買ったりしてるところ、先物をね、オプションは最初に入れて、何も触らない、ミニだけを売ったり買ったりするんですよ。 オプションは皆さんご存じの通り、売ったり買ったりするのは大変ですよね。しかし、触るのはミニなんですで。ミニを買ったり売ったりするんで、ミニは意外と流動性ありますよね。っていうか、意外とどこじゃない十分にあります。ですから、このミニを売ったり買ったりしたっていうのがこの青いところです。で、このデルタヘッジ戦略の面白いところは、このデルタヘッジはざっくりでいいんですよ。 売りのポジションだったら緻密にやらなきゃいけないけども、買いのポジションはざっくりでいい、ですからご覧いただいて分かるように、2万3000円でね最初に、一番左の赤い縦のラインが入ったとこね、この表の見方っていうのは、一番左の縦のライン、赤い薄いラインがあります、お手元の一ノさん見てください、これが蘇生した日、相場が上げ下げしました、上がってきたところで売って、戻したところで買って。 ね、額張りです上がったら売る下がったら買うですデルタを証券会社のツールを調べ,調べてデルタがずれたなと思ったら2枚入れてみるとかそういうことをやったんですねで最初のうちはほらゴニョゴニョ動いてるから売ったり買ったりがこうい,いっぱいあるわけですいいですかで週明けてドカドカ下がっていってで私も途中見てればよかったんだけどちょっと忙しくて見てなかったんです 見てなかったら、パッと見たら、5枚下がってた。おやべえで、デルタを調べて、5枚ぐらいドンって買ったわけですね、ミニオボンとで、その後、その時に、コール2万2875がもうわずか20円で売られてました。ですから、元に戻ったら嫌だから、このコール2万2875を20円で買うわけ、買っとくわけ、安いから。でしょで、いうのがこの図です。 で、あとは最終的にはもう S キューポン通過させたっていうパターン。そうすると、どんなことになったかっていうと、それが、これがですね、その先物を入れた次の1の3の丸にっていうのは、どのタイミングで入れたかっていうのを具体的に書いてあります。これ実際にやったやつなので、この値段で買ってます。売ったり買ったりしてます。見てください。最初にオプションを入れただけで、あとはミニだけでしょ。触ってんのは。で、最後に、 コール2万2875、20円で、まあ、上に行った時用に保険で買ったんですよ。みたいなことをやったんです。で、やった結果が、この1の5の丸1というところを見てください。ここを見ていただくと、大体の推移がわかります。自分の口座のね、損益が、証券会社出るじゃないですか。こんな感じでした。まあ、あの、動かなければ、 一番右の縦の欄のところを見ると、シータってあるんですね、この損益のところ。このシータっていうのがタイムディケイなんですよ。ですから、例えば1日目はタイムディケイが1万3000円ぐらい本当はあるんです、マイナス1万3000円。オプションというのは持ってるだけで、時が経てばどん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 値段が下がっていきますよね、これはよく知ってると思います。それが1日目で1万3000円減ったということ。ただ オプションは、ちょっとでも動けば、これもやりました、ガンマが頑張ります。で、ガンマで多少回収して、まあ、1日目の損益は6000円マイナスで済んだ。翌日は、まあ、相場がちょっとね、動いてくれたりして、まあ、値段がこのように1万円ぐらいの利益が出たり減ったりするんですよ。これがイメージ たいこんな感じですデルタ維持してますから、ちょっと儲かったり、ちょっと損したりっていうのを繰り返します、でその間に相場がどっちかに触れるのを待つんですよ、で実際、次のページをご覧ください。火曜日に3万1500円負けてるのは、これは週末連休。 あごめんなさい週末をまたいで動きがなかったので、ここまでタイムディケイが進んじゃいました。で、そうこうしている間に、また戻していって、で、えー、相場が崩れた日あったでしょ、1回で、ね、ちょあ,あともう一回見てみれば分かりますね、はい、この9月の7日、6日7日あたりで、一旦2万2000円をまあ目指すような動きをしました。このあたりで えー、ガンマが相当頑張ってくれて、最終的にはまあ、9万円ぐらいの利益が出てた状態で、ミニをバシンって買って、結局上がっていったんで、最終的には、えー、1の5の4の、丸4を見ていただければ分かるように、さっき、後で買ったコールも聞いて、まあ、うまいことをいきましたという、そういうお話。で、このようにですね、デルタヘッジするというのをざっくりやるだけでも、相当損益は安定して、 であのー、まあなんですかねこんな儲かるっのはたまたまですよだからもうこの数万出たところでパッとリグしちゃってもいいわけですよでそういったちょっとしたあの感覚をまあ見ていただきたいなと思ってね損益、あのー、の,の出方を、えー、載せました、えー、どのようにですねやり,か、あのー、やり取りしたのかっていうことをまあ参考にされたらいいと思います ということでしたはい、えー、ではですね今日の、えー、メインのねテーマに入っていきたいと思います2-1のページをご覧ください、えー、カレンダースプレードとリバースカレンダースプレードの話です、えー、先ほども申し上げましたがカレンダー系っていうのはカレンダーという名前ついてますがまあ異現月間トレードですね現月が違うオプションを使うってことですであのー、オプションチェーンオプション価格表 わかりますよね通常、私たちの見方としては、原理公式価格は縦に並びますから、原理公式価格の差を取る、例えばコールの2万8000と、えー、2万9000を売ったり買ったりするっていうのは、縦で見ますよね。で、縦で見るので、これをバーティカルと言います。バーティカルスプレッドという言い方をします、縦だから。一方で、このカレンダーというのは、現月を今度は第一現月、第二現月、横に並びます。でですから横に見るので まあ水平って意味で、ホリゾンタルスプレッドなんて言い方をします。で、今日のカレンダーとリバースは基本的な話としては、同一の権利公式価格を使って、枚数は同枚数です、原則ね、これ、結局、売って買うわけですよ、買って売るでもいいんですけど、よくオプション売りは怖いよねって言いますよね、怖い、確かに、損失が限定されてないから。 しかし、それに買いをはめるから、売りと買い持つんで、安心感がありますよね。つまり、売りの最大損を買いがちゃんとカバーしてくれるはずなんです。そういうことを狙って、売りと買いをセットで持つ。で、同一元月でやったら意味ないですよ。ですよね。さっきのコール2万3000を買って、同じコール2万3000売ったら、ポジションなくなるわけ。ところが 月月切りののコール2万万をを買って、売れればこれは違うんです。だ今日はそのように違う弦月を使うと売りと買い持つからだいぶ安心感のあるポジションが出来上がるよねでその中身をもうちょっと詳しく見ていくとこのカレンダーやリバースカレンダーというのはどういう機能を持ってるのかこれを今日は学んでほしいんです。 はいえまずカレンダースプレッド、えー、リバースがついてるってことは、リバースは逆って意味ですよね。ですから、オプションの世界では、おそらくこのカレンダースプレッドが元で、リバースはその反対ですね。で、その大元のカレンダーっていうのは、生地化を売って、木先を買う、これが多分スタンダードで、その逆は、まあ、リバースだという発想なんですね。 まあ逆でも良かったと思いますよ、基地か買ってき先売るがカレンダーで、その逆はリバースでも良かったんですが、まあ、通常、こういうふうに説明します。まあ、例を見てください、例えば、例えば、これは2万1760円の時だだ、ね、ですから、アットザマネーが2万1750ぐらいですわ。 ただちょっとインザマネー使ってるん、ね、で、2 1875のコールとプットを両方買ったらこうなります。地鹿を売って木先を買う。いいですかで、皆さんご存知の通り、同じ権利公式価格で見たときに、地鹿と木先って値段、絶対にどっちが高いか分かりますそうです、絶対木先が高いんです。なぜならば、時間価値が多いから、時間的価値が絶対に多いから、木先の方が。 ですから値段は木先が高くなります、原則として。ということは、木地を売って木先買うんですから、必ずカレンダースプレッドは、お金を払うことになります。実際、このポジションの見方としては、ちょっとエントリー価格を見てください。エントリー価格というところを見ると、えー、プットの2万1875が385円、売ってますから受け取り。 先は580円ですから、支払い、その差額が最終的には出ていってる、必ずカレンダースプレッドお金を払います。で、ちょっと考えてください、これ、両方ともゼロになったら、失うのは、最初に払ったお金だけです。両方ともゼロになるってこと、ほとんど考えられませんよね。 だって、木先の方は時間的価値が残るんだから。しかし、相場がすごく動いて、例えばこれ、プットですから、相場がもう3000円も4000円も上昇しちゃったら、このプットは両方ともゼロに近づきます。これが損の状態、ゼロゼロになった状態が損です。いいですかということは、385円がゼロになる。385円の儲けでしょ、売ってるんだから。580円買ったやつがゼロになる。これ、58万の損だよね。 ですから385円の利益と580円の損だから、最初に払ったお金が最大損なんです。だからカレンダースプレッドは、基本的に両方とも一緒になくなれば、損失限定ポジション。最初に払ったお金以上に取られることはありません。じゃあ、リバースカレンダー見てみましょう。リバースカレンダー、その逆です。をを買って木先を売る をを買って木先を売るこれは安い必ず安くなる生地鹿を買って高い木先を売りますからお金としては入ってきますええー、プット2万2000の例が書いてありますねちょっとお手元を見てくださいよ見とくといいですよちゃんとねエントリー価格215円と425円ですねだから210円受け取りですいいですか ただこれは、こっちのリバースカレンダーは、木先の値段が高くなって、売ってる木先が高くなって、木鹿が安くなる可能性はありうるんです。これはありうる。わかります木先だけが、このなんていうのかな、ボラティリティが上がってしまって、値段がビューっと上がっていった、売ってるのが上がっていく。でも木鹿はもう満期が近くてほとんどゼロ円になっていく。 これはあり得る。従って、リバースカレンダーは、損失は実は限定されてない。ただ、そんなにまた先になる事例ってあんまないんだけども、理論的には損失限定されてない。いいですかですから、原則として、カレンダースプレッドは証拠金がかからない。しかし、リバースカレンダーは証拠金かかります。 そもそも受け取ってるからその受け取ってる分は拘束されるとは別に証拠金がかかりますいいですか原則としてねはいではもう少しカレンダースプレッドの中身を見ていきます二の二をご覧ください字がちっちゃいのでお手元の見てもいいですし前の方はこちらでもいいアットザマネーで カレンダースプレッドを組んだ場合、これは実はコールで組んでも、プットで組んでも一緒です、アットザマネーでは。あの例えば、コールで組んで上昇しちゃったらインザマネーになっちゃうから手じいしにくいとか、プットで組んで下落したらインザマネーになって使いにくい、これはある、あるけども、アットザマネーで使う場合はどっちでも一緒ですからね。はい、今回の例を見てください、カレンダースプレッド、基地買売りき先買い。キ え先ほどの見たやつと一緒だ、プット2万1875をそれぞれ第1元月、第2元月、売って買った。で、皆さん、ここで注目していただきたいのは、まず、アットザマネーを売って買うんだから、アットザマネーのデルタ、大体何、いくらぐらいか知ってますもう勉強しましたよ、アットザマネーは、デルタは、気温0.5、点五です。 プットのアットザマネーはマイナス0.5です。売ってるんだからプラス0.5になります。まあ、これはちょっと、のそのままだから分かんないか。いいですね。一方、プットを買ってる、木先買ってますから、これはマイナス0.5。ということは、どうですか、デルタに関してはどうなりますマイナス0.5とプラス0.5だから、ゼロですよね。したがってカレンダースプレッドをアットザマネーで組んだら、デルタはゼロです、ほぼ。 デルタゼロということは、相場が上げ下げすることにはあんまり影響はないポジションですね、だから安心感がないですか。で、そもそも株価の変動をオプションチェックに言うと、まあ、統計に額によれば、ね、正規分布って知ってますよね、こう山の形、つまり今いるところにいる確率が一番高いんですよ。 それにこう見合うポジションなんです実はね、でそれはなんでかって説明します、えー、とデルタゼロなんですけど、セーター見てください、シータ、一番右、シータプラスなんですよ、つまりこのポジションは、タイイムディケが味方なんです動かなかったら、じわ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 と利益が出てくるタイムディケイで、動かない確率が高いんじゃなかったっけ、さっき。 統計学的に言うところの、まあ、いわゆる正規分布に従うとすれば、動かないところにいる確率が高いんでしょその時に一番儲かるような姿をしてるんですよ、カレンダースプレッドというのは。いいですね。ただ、皆様がよくご覧になる教科書では、通常カレンダースプレッドは、ボラティリティトレードに使うと書いてあります。なんでか、それはベガを見てください。ベガ。 こ,のこれベガもちゃんと研究すると難しいんですが、ここで押さえてほしいのは、キジカとキサキとでは、ベガの値がキジカの方が小さいんです。キサキが大きいんです。ということは、キジカを売ってマイナス、キサキを買ってプラスだから、必ずこのカレンダースプレッドではベガがプラスになるんですよ。アットザマネで組んだ場合ね。だからベガが プラスということは、インプライドボラティリティが上昇すると嬉しいポジションということ。だから、いろんな教科書では、このカレンダースプレッドというのは、インプライドボラティリティが今から上がるときに使うといいですよって説明されます。メガロングだからからわりました ままとめてありますアットザマネーカレンダーの場合、デルタはプラスマネする、当初はね、動かない間はね、でガンマはマイナスです、なぜかセーターがプラスだってことはガンマ敵だから、動くとあんまりよくないわけ、ね、動かないと嬉しいわけ。で、この赤字、ベーカーがプラス、これが IV 上昇を狙うポジションと言われるゆえんです。ねはい、先ほども言いましたが、損失限定のポジションですから安心感があります、最初に払ったお金以上には損しない。 両方ともちゃんとしまえばよ、手しまえばですよ。ね、書いてきました、どんなことがあっても基地化のオプション価格が木先の価格を上回ることはないからです。そして、面白いのが、セーターがプラスということは動かなければじわ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 もかっていくポジションなんです。ただ、あの図を見ていただけば分かるように、大きく動くと残念ながら負けるんですよ。この見方をちょっと 説明しますね表のまず、ポジション組んだ時の姿が緑、これ、どんな風に作ってるかというと、前もちょっと説明しましたが、ブラック・ショールズ方程式に基づいて、日経平均が例えば100円動いたら、100円動いたっていう情報をブラック・ショールズの方程式に入れる、そうすると、このポジションの値段が、コールはいくらになって、プットはいくら、ごめんなさい、基地買いいくらになって、行き先はいくらになるって分かるから、その差額を取ると、あのようにマイナスになるわけよ、緑に。 だから上昇しても下落してもマイナスなんです、このポジションは。ところが、時が経つにつれて、じわ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 と、タイムリケーの影響で上がっていくんですよ、上に、せり上がってくる。だからあの黄色を見てください、これは黄色は、ボラティリティが一定だった場合、いいですか、ボラティリティが一定だった場合に、時が何日か経った、これは9日後かな、9日経つと、あのように黄色になるわけ。 だから全く動かないところにいてくれれば、10万円以上利益が出るポジションなんですよ。予想では。ちなみに、ピンクあるでしょあのピンクは、これは現実、9日経ったときに、ピンクの姿になってましたということです。で、ピンクの縦のラインがありますか、見えますか、青手元の。このピンクの縦のラインがその日、これを見た日。だから、縦のピンクのラインと、横の。 このカーブの交わったところが今の損益です。したがって、そこに今、5万5000円プラスですよってやってるのは、予想だと10万円ぐらい出てる予定なんだけど、5万5000円なんですよ。なんででしょうあの黄色は、インプライドボラティリティが変わらなかったの話ね、入れたときから。下にへこんだということは、インプライドボラティリティがおそらく下がったということです。 動かなかかなっったたらボランも下がこっっこういういとですそこでちょっと注意して考えたらあれボラティリティって相場がドッカーンと崩れねねえとと上がらないはずですよ、ね、ところがこのカレンダーってどっかんと崩れたら儲からないってことはあれボラティリティロングってベガロングっつって言ってるけど実際にはドーンっていった時には儲からないってことはちょっとちょっとおかしいなって感じしません ちょっとねじれてるんですよ。ただ、このポジションは動かなければ利益が出るということは、なんか使い方があるかもしれないなっていうのをちょっとここで押さえておきましょう。通常の教科書に書いてるやり方とはちょっと違うけれども、逆にこのポジションって動かないほうが嬉しいポジションなんじゃないって気がしません多少ボラが下がっても、下がるボラ以上に、 タイムリケー系が勝てば儲かるポジション、私たちがやりたいと思っている人が多い、売りポジションあるでしょ、じわじわとタイムリケー系で儲けたいなと思っている人が多くて、売りをやるわけみんな、そしてドッカンっていかれて、応存して退場していくっていうのが多いんです、だから私たちオプショントレードの普及協会は、それをやってほしくないから、いかにして安全に売りをやるかってことを研究してます、その一つの作戦がこれですよね。売りと買い持てばいいわけですよ。これだったらじ、わじわじわじわと儲かるっていうのは、これはいわゆる売りのポジションに似てるでしょ。 似てるけど損失限定一つの戦い方のまあヒントがここにあるんじゃないかっていうのをちょっと感じてほしい。さて話はちょっとがらりと変わって今度はリバースカレンダーいきます。次の二の三見てください。ちょうどさっきの逆ですからね。えー、リバースカレンダーの例をもう一回見ます、えー。これもアットザマネリバースカレンダーです。 えー、プット2000の木地下と木先を、木地下買い、木先売り、今度はね、えー、木地下の値段が215円、木先は425円、215円払って425円もらうから、210円が手元に一応入ってる状態。で、これも先ほど言いました、アット・ザ・マネーは木地下、木地下でも木先でも、デルタは一緒ですから、売りと買い持ったら、デルタはプラスマイナスゼロになります。実際見てください、プラスマイナスゼロ。 まあゼロとミナス。そして、ポイントはここです。セーター見てください、マイナスです。さっきのカレンダーはプラスでしたよね、つまりタイムリケーが味方だったんですよ。今度はこのリバースカレンダーはタイムリケーが敵ですからね。いいですかってことは、ガンマが味方ってこと。ガンマが味方ということは、相場が大きく動いたら嬉しいですよ、逆に。そして これは教科書でよく説明されるところです。ベガを見てください。もう一回言いますよ。ベガの値は、キジカとキサキ比べたら必ずキサキの方が大きいんです。ベガの値は。いいですかということは、キジカを買ってキサキ売るってことはマイナスになりますよね。だからベガがマイナスになってるってことは、ボラティリティ、インプライドボラティリティが下落した方が嬉しいんです。いいですね。いいですか そこでこれをベガショートのポジションなんていってインプライドボラティリティが今から下がるぞというときにやるといいですよっていうふうに教科書では説明されますはい、えー、まとめてありますのでご覧くださいねはい、えー、先ほども言いましたが注意点ですこれは実は損失は限定されていない残念ながら軌先の値段がいくらになるのかわからないカレンダーは2つともゼロになったとき損なんですよ まあ損いうか値段が両方下がったら損、でもゼロ以下にならないから限定です、こっちは売ってるオプションが値段が上がっていくかもしれないよ、だから損失限定されてないと言われてるが、売りを持ってて買い持ってるんだからそんなに怖くない、しかも見てください、相場が大変動したらグラフがお椀型じゃないですか、お椀型ということはガンダが味方ということです、ポジティブガンマなんですよ。リバーースカレンダーは 証拠金がいるし、損失が限定されていないから人気がない。カレンダーは人気がある。リバースカレンダーやる人あまり見たことない、私は。しかし、ご覧いただいて分かるように、リバースカレンダーはタイムリケーで負けるけど、このタイムリケーで負けるのが多分気持ち悪いんでしょうね、オプションやってる人は、売りたい人はね。ところが、ドッカン行った時には、儲かる可能性がある。ただ、考えてください。ドッカン行くってことは、インプライド・ボラティどうなります 上がりますよねこれ、ベガショートだから、上がっちゃ困るんですよね。ですから、これもまたちょっとねじれてるんですよ。ただ、ねじれてるけれども、インプライドボラティリティの低下を狙ってたんだけど、相場が崩れちゃって、大暴落しちゃった、はありえるでしょ、その時これはプラスになる余地がある。通常、私たち、ボラティリティの下落を狙うためには、 いいですかボラティリティの下落の話あんまりしてない、前回もボラティリティ上昇は取りましょうと言ってるけど、下落を取りに行くのは難しいと言ってるのは、売らないといけないからなんです、オプションを。で、オプションを売るということは、損失限定されてないから危険だから、わずか1時間半のセミナーで話すには時間が足りないんですよ。だから危険だからせん説明してないんです。ところが、このリバースカレンダーは、ボラティリティが下落するのを狙うポジションでありながら、損失は限定されてないけど、論理的には。 現実問題はガンマが効いてくるんで、大暴落してもそんなに怖くないんです、実は。だからこのリバースカレンダーは、ボラティリティの下落を狙うときには、ぜひ使ってみてほしい戦い方の一つです。はい、今言った話は、カレンダースプレッドとリバースカレンダースプレッドの大体の話。 イメージしてくださいいいですかデルタはアットザマネで組めばほとんどプラマイゼロですよ、相場の変動、あんまり影響はない、しかし、ッカーンといったら、ガンマがどっち向いてるかを思い出してください。カレンダーはガンマが敵、だから山の形になってる、したがって大きく動くと損だけど、タイムリキが効いてくれば儲かる、一方、リバースカレンダーはおわ型、これ、ガンマが味方ですね、だからドッカーンいっても儲かる可能性がある。 しかし、ボラティリティも上がるから、果たしてどうだろうかっていうことですね。はい。以上のことを前提として、カレンダースプレッドの戦い方を、もう今日はここまでしゃべるかっていうほどまとめましたんで、もうぜひ持って帰ってください、これ。えー、今言ったカレンダースプレッドの特徴が上に書いてあります。3の1のページ。いいですか えー、ベガがロングでしたね。ですから、IV の上昇は嬉しいが、ネガティブガンマ、タイムディケイが嬉しいってことはネガティブガンマ。なので、動くと困ります。通常、IV の上昇っていうのは、大きく動いたときに、主に下落のときに起こるので、若干矛盾ですよねって話しましたね、さっきね。はい。特徴、その2。アットザマネで組んだときは、相場が動かなければタイムディケイで利益が出る可能性が高い。その3。 ポジションの権利行使価格付近にあると嬉しいというのをちょっと覚えてください。今、アットザマネーの話してるから、アットザマネーであれば当然動かなければ自分の権利行使価格じゃないですか。これはもうちょっとまあ、抽象化すると、およそカレンダースプレッドでは、組んだ権利行使価格に相場が近づくと嬉しいと覚えてください。いいですか先ほど言ったアットザマネーで組んでて動かなければ儲けるということは、 もうちょっと抽象化すると、権利行使価格をどっちかに話すじゃない、アウトで組むじゃないですか、今度は。そしたら、そこに寄っていく、権利行使価格に近づくような動きをすると、利益になりやすいってことを抑えていきましょう。寄ってくると利益です、カレンダーはね。自分のところに寄ってくると利益、相場が。はい。この丸四は非常に重要なので、しっかりとあの理解いただきたいんですが、重要ですよ。 一応このポジションは教科書的説明では、ちっちゃいベガ、木カのベガを売って、木をの大きいベガを買うから、合計するとプラスで取り出せるけれど、けれど実際は木カはマイナス、木先はプラスなんですよ。合計しちゃっていいのかって問題がある。デルタは調整しているガンマも実は合成しているセータも合成しているんです。しかし、ボラティリティは合成しちゃいけない、なぜか。 それは IV がキジカとキサキとで違うからです。あの、ガンマとかデルタがなんで合成していいかというと、原子さんは日経平均1個だからよ。同じものを見てるから決していいわけ。しかし、ベガはキジカとキサキが、IV が違う動きするわけ。キジカは例えば20だけど、キサキは30ってことがある、ありえる。このように合成していいもんかどうかっていうのをちょっと考えないといけないんです。いいですか そして、まあ、とは言っても、キジカだけ下がって、キサキだけ上がるってあんまないじゃないですか、だから、まあ、ベガロング、ボラティティ上昇を狙うっていう説明をするだけなんですけど、ただ頭に入れててほしいのは、キジカとキサキがうまく動かないときがあるということ、はい、以上の特徴から考えうる戦略のヒントが下。丸一丸一 さっっき言ったタイムリケーがあるんだったら、そのタイムリケーを安全に取りに行くポジションとして使えないか、先ほどから言ってる統計学でいうところの、ねえー、こういう、まあ、山形のことになるかどうか、株価の動きなんていうのが、そういうふうに言われてはない、まあ、そういうふうに考えてるんですよ、オプションの世界では。ね、こういう、まあ、難しいことで正規分布っていうのに従うはずだと思ってるわけ。だから、動かなければ動かない確率が高いわけです。 だったら動かないとかけて、カレンダースプレッドを毎回組む。あとで見ます。先ほど言いました、マルです、マルの話ね。マルからいくと、キジカとキサキが実はボラティリティの動きが違うんでしょ想像してください。ドッカンドッカンと相場が下がったとき、キジカはとキサキでちょっと考えてみるとね、今、どん下がっても、相場は緩やかに戻るかもしれないじゃない。 ということは、木化の方がびっくりするんですよ。木先は意外と悠長なんです。これわかりますだって今100円、今500円下がっても、2か月後はまた上がるかもしれないじゃない。でも、1か月後には戻らないかもしれないから、木化の方が結構ボラティティが跳ねるときがある。木先は悠長に動く。という性質があるんです。ということはよ、これ、木鹿売って木先買うんでしょ ってことは、一般的にカレンダーって、ボラティリティが上がるのを狙うんですよね。だったら、ボラティリティが低いときやったほうがいい感じしませんそうなんだけど、キジカのボラがバーンと上がって、キサキがあまり上がらないっていうときに、キジカを売ってキサキ買えばどうですか高いキジキを売って、低い、安いキサキを買えば、これが元に戻ったとき、利益出ませんかねみたいに、まるに、キジカ高。 先安のタイミングを探すでこれが多いのが実は突っ込んだ時ドッカンドッカン突っ込んだ時意外と事が上がって木先はそのままっていうことがあるこれを狙う丸さん IV の上昇だけを狙うポジションなんですよもともとはベガロングだからところがこれカレンダーさっき見たようにタイムディケイっていうなんかおいしいものをもらえる代わりに相場が動くとダメじゃない そのタイムリッキーいらないから、ガンマもいらない、ボラティリティの上昇だけ狙いたいと思いません ?IV の勝負したければよ。だって、日経平均の変動なんて、これ、こちら見てください。日経平均の変動なんて、こんな読めない、誰も、上がる下がるなんて分からん、しかし、ボラティリティは15を割ってたら、近いうち上がるかもしれないじゃない。 上がんなないいかもしれないよ上がる論理的な根拠ないわけだから。しかし、14ぐらいで買っとけば、まあ、大体上にいってるじゃないってこう言えそうじゃないですか。だったら、15割り込んだときに、ベガだけロングにしたい、もうガンバとかセーターとかデルタいらねえから、なんでベガだけ欲しくれないんだって思わないベガだけ欲しいっていうポジション欲しいんですよ。まあ、日経、今、VI 先物っていう優れた商品が今ありますから、日経 VI 先物買うっていう手もあるんですね。 ただニケブや先物を買うっていうのにはまた違う問題があるので今日は説明できませんがあのまあちょっとまた違う問題があるそこですいませんまた戻ります、えー、今日のカレンダースプレートの間の3番目ということで IV の上昇だけを取るためにベガだけを取り出す方法をご説明しますではまず一からいきましょうはい一です次のページご覧ください えー、タイムリケーを安全に取ろううという作戦です、えー、動かない相場を利益に変える戦略動かない方にかけるんです IV 上昇は動かないと出ないのに動かない方を狙うというのはちょっとまあ矛盾した戦い方かもしれませんが先ほどのカレンダーがじわじわと上がってくるこう盛り上がる性質を利用していますはい一つのやり方として毎月月初に組むなんで,で月初かというとえっ、ー、と 先ほども最初に言いましたが、木先の流動性がないんですよ。まだ満期まで遠いと。だから、だんだんキその満期が近づいてくると、木先も少しずつ流動性高まる。だから、私たちができるタイミングとしては、この大体月頭で、木地下は S 級まで。木先はその次の S 級だから、40日ぐらい、木地下は10日ぐらいみたいなタイミングだと流動性があるから良さそうじゃないって、ね、いう感じです。 で、もう組んじゃって、利益が出たら、5万ぐらい出たらパッと利食い。出なかったら、満期の2日ぐらい前とか、1日前に決済というルールでやってみる。ロジックはこれね、ほら、この表、このグラフ。ね。じわじわじわ,じわじわと黄色がこう盛り上がってくる、その部分の利益が出るタイミングでパカッと利食いしておしまい。はい。次のページから 3の5まで、もう見てくださいってしか言いようがないんですが、後で見てください。えー、っと、去年の10月から今年の9月まで、アット・ザ・マネーでカレンダースプレッドを月初に組んだらどうなったのかってことを全部やりました、シミュレーションを。さっき言いました、アット・ザ・マネーでカレンダー組んだときは、 プットとコールをどっち使ったって一緒です。ただ、手じまいしやすいのは、アウト・オブ・ザ・マネーのは手じまいしやすいでしょイン・ザ・マネーよりも。でだから、このシミュレーション、これあくまで、ごめんなさい、シミュレーションなので、アット・ザ・マネーのプットとコール、ど,どうしてこっち、この時はプットで、この時はコールなんですかって言われたら、それは結果として見やすい方を入れ使ってます。シミュレーションだからよ。その時は分からないよ。上がるか下がらないって分かるんだったら、こんなにやんないんだから。 でですからいいですかからいい手元の資料のこれはコールだったりこれはプットだったりしますがそれはどっちも一緒ですからね一緒ですよ。でご覧いただいて分かるようにまず一発目去年の10月は負けていますね青,青です、その駅が見てください、あそこ青負けで次、右に行きますあ右,だっけ右,右11月お11月はうまくいきましたね。いきましたこれねあの えーと5万円を超えたところで止めてます、次、はい、12月、12月も月初に組んで、S q までの間に5万円に行くところがあったんで、行ってないのこれは行ってないんで、2日前、2日前あともう2日前か1日前か、どっちかだと思います、万額まで行かなかったけど、まあいいで、これ、万、S q 通過させない方がいいですからね。 カレンダーははさせてはダメだと思いいますす難しいです最終日がはい、えー、次1月も良いですねはい、えー、この10、11、12、1この4回に関しては、えー、3勝1敗、ね、相場意外と動かないですね次、えー、知ってますね2月、6冠行きましたね6冠行っちゃったんで見てくださいほら負けてます残念ながら。 ただね、ちょっと見てほしいのが、あの、黄色と赤の関係を見てください。あ、ごめんなさい、今、3の4見てます。3の4のページの左上のグラフを見てください、2月。覚えてますね、2月、暴落したでしょあの時に、ほら、カレンダーは、つといったら負けですよね。負けなんですよ。負けはいいの。いいんだけど、あの、黄色と赤の関係を見てください。黄色は、ボラティリティが一定だったとすれば、あの黄色になりますよっていうライン。 上にありません赤が、なんでそう、ボラティティが上がったからです。ベガがちょっと効いてるんですね。だから、最大層までいってない。はい、その後えー、まあ、その後も順調じゃないですか、順調。だから、月初から、昔はよく。 S 級前の水曜日に荒れるとかってよく言いませんでした今はもう、ちゃんとロールオーバーがうまく機能してるらしくて、そうなかなかならない、むしろ雇用統計とかで動くことが多いかなっていう感じですよね。そういったボラオプションのこう流動性によってどうのこうのっていうことはあんまりない気がする、最近は。わ、まあ、からないですよ、わからないです。けど、そんな感じです。はい、次。あで、えっ、ー、と、次、わざと表にし,、ま、してますのは、次の3の5ね。あの どんんなな感じになっってててるかかかを見て欲しかったから負けてんですよ残念ながら負けなんです。ただ、プラスが出てたんです最初は動かないから。しかし、最後は負けちゃって、で、満期まではもう持たないんで、まあ、最後ま、ね、で待って、やめたっていうパターン。だ負けです。で、こっちは、まあ、一応理、理想通り出た、7月ね。で、8月か。8月も負けて、ま、まあ、負けたというか、引き分けですよね、8月、左下。 まあ、当初ね、負けたりしてるけど、まあ、途中ちょっと儲かったけど、最終的に S q の前日まで持ってたら、まあ、あんまり儲からんかったっていうパターン。で、最終のえこの9月、まあ、途中、ね、さっきも見ましたね、上げ下げありましたが、月初ぐらいのところに戻ってきたんですね、だからほら、自分のろに来たんで、儲かったとっいうパターン。このように、たまたまですよ、今年の、去年の2017年の、 10月から2018年の9月においてはこのように毎月月初からカレンダー組んで分回して何も考えずにやってるんですよこれ相場感見ずに毎月分回しただけでこんな結果ですでこれが2018年今年から2019年に適用できるかどうかはわからない誰にもわからないわからないが一応そんな感じで2018年2017年の末から2018年にかけてはなったよっていうことでしたこれはじわじわわとオプションの まあ、タイムリケが効いてくるとのを狙う作戦、これ、ちょっとここからは書いてないですけど、これ、毎月じゃないですか、毎週やったらどうですかね、どうですかね、ウィークリーオプション使ってね、だウィークリーオプションがもう少し流動性が高まってくれると面白くないですか、年間12回しかできないのが、まあ、毎週どうやるかまた問題だけど、一応、週って50週あるじゃないですか。 50回やれば確率に近づくよねっていう気がしませんぜひねウィークリーをもう少し盛り上げたいと思ってます可能性が高まると思いませんはいではカレンダースプレッドの次のせ作戦さっき言ったように突っ込んだ時にボラがキジカの方が上がって木先があんまり上がらんタイミングで挟んで 元ちょっとご覧くださいまあちょっと資料はちっちゃいのでお手元でもいい3の6えー、今年の3月頃の2発目えっ、ー、とあくまでもこの作戦だとね月初じゃないとやりにくいから月初でたまたま下がったタイミング探してるからあんまりないんですタイミングがだからさっき言ったウィークリーだったらいつでもできるっていうのもいいよねウィークリーがね これはだからたまたまその前の暴落は SQ 2が直前だったからだめなんですよ、2月の,あの6日のやつは。検証しようがない、まあ儲かったんだけど、この2月3月の方が検証しようがある、違いがある。で、この時のキジカとキサキのボラティリティの差をちょっと取ったのは、この右のこのチャート。これはログフェイスさんの、えー、プライズというツールの。 機能を使ってますこのプライズというツールには、このようにキジカとキサキのボラティリティの差を取れる、えー、ツールがありまして、ちょっとご覧ください、青い線がキジカ第一元月、オレンジの線が第二元月なんです。で、あの突っ込んだ日、見てください、キジカのボラの方がキサキのボラよりも高いの、わかります もちろん、地化と木先は、先ほど言いましたように、地化のベガのほうが小さいです。木先のベガは大きいです。従って、このタイミングで売ったからってボロ儲けするわけじゃない、地化のベガの方がちっちゃいんだから。しかし、どうせ売って買うんだったら、こういうタイミングでやった方がいいと思わないその手前のほら、ふっとと地化と木先の値段が逆転してる時よりも。あえて地化が高くなったタイミングで売ればいいじゃないですか。 だからこれは皆さんが日頃はね、株で長期運用されてる、あるいは先物で、まあ、デートでやっておられる、それはそれでいい、ただ、そういう自分の投資スタイルの中の一つとして、今日暴落した、突っ込んだな、きじかのボール上がってったら、きじか売ろう、その時にただ売るだと怖えから、先買っとこうというのをできるかもしれないわけです。はい でその例が、次の3、7、見てください。はい、突っ込んだ日、ちょっと皆さんがもし、相場を張られたことがある方だったら、ちょっと想像してください、突っ込んだ日に、逆張りするとか、ボラが持ったから売るって、やっぱり落ちてくるナイフ掴むわけでしょ、やっぱ怖くないですか。 ところが、これだと売って買いますから、まあ、安心感がある。ということで、ッカーンといった日に、キジカ売ってキサキ買ったっていうパターン、3月2日です。見てください。えー、値段だけ見ると、キジカ290円、キサキが600いくらだから、結構な値段を、まあ、お支払いします。だこれ、なかなか難しいです。しかも、突っ込んだ日なんで、おそらく、キサキが、 この値段で変えたかどうか疑わしい、しかし私、ボラティリティ見てこの値段を一応シミュレーションしてますから、理論的にこれぐらいなんですよ。で、それが翌日かな数日後、6日後か。6日後まで待ってたら、ほら、ご覧ください。黄色が予想円、予想円という予想のグラフ、赤が実際。相場が動いてないから、 儲かってますね、もともと。このボラティリティは、実は下がってるんですよ。全体としてのボラは下がってるんです。あれこれ、ベガロングだよね。しかし、最初に組んだ時のタイミングがうまいから、ピンクのラインが黄色より上にあるんですよ。うまいタイミングで入るとこんな感じになります。このタイミングは、狙うというよりは、今日来たと思った時に、 やればいい待つという腰たんた々と狙うというよりはまあ,あ今日下げたな突っ込んだなっていう時にやればいいですまあそういう戦い方の参考例ですいいですかあちなみにこの緑のラインが下になってるのはこれはですねえー、と3月っていうのは基地かと木、えー、先のえと先物の価格がちょっとずれてるあの権利落ちの関係でちょっとずれてるので システム上あの、あんなふうに下がってるだけです。あの緑がほら、初日からマイナスっていう、そうシステム上こうなってしまいます、すみません。はいで、あの、今のは、突っ込んだときに、アットっていう、ちょっと先ほど言いましたように、アットザマネーの木先って、 うまく変えるかかかわらなないいじゃないですかそこで今日はもう一つ、2の2ののということでこっちはね、結構現実的です。ただ、若干相場感が必要になる。ちょっとご紹介しますね。えー、さっきよりもちょっとさそのさっきやな、あのー。さっきちょっと説明しました。アットザマネーで 満期を迎えたとき一番いいんでしょ。あ、あとざまねごめんなさい。あとざまね権利行使の価格のところで動かなかったら儲かるって言いましたよね。ってことは違うところ遠いところに例えば日経平均が二万三千円のときに二万四千円のカレンダーだって組めるんですよ。コールのカレンダー組むわけ。これはどういうふうになれば利益になります？自分のところに近づく動きをすればいいわけ。だから皆さんにとっては二万三千円のとき二万四千円のコールのカレンダーやったってことは二万四千に近づけば利益なんですよ。 ということで、ご覧ください、突っ込んだ日、あの赤い矢印、突っ込んだ日に、まだ下がるかもしれないけれども、そこから上がってくれたら嬉しいようなポジションを、あえてカレンダースプレッドで取るという方法もあるんです。はい、ご覧ください。次の3の9。カレンダースプレッドというのは、 自分の権利行使価格に近づく動きをする時が嬉しいしたがって先ほどのこのチャートで言うと2万500円を割り込んだ水準1000円上の2万1500円にカレンダースプレッドを組んだという例です待ち構える感じ で、もう一発下下がっちゃったら残念でしたじゃない。それはもう、あの、しょうがない。損。で、それは損っていうのは、最初にかけたお金で損失限定ですから、もう負けを認めればいい。ただし、上がってきてくれたら、ラッキーみたいな戦い方をするわけ。カレンダーを逆に利用してね。ただ、ちょっと想像してください。相場が突っ込んだ後、上昇したらボラティィどうなります通常 下がりますしたがって、残念ながらボラティリティ的には有利じゃないかもしれない、ボラが下がっちゃうから、ね、見てください、このポジションは結果的に2万1500を伺かがうような展開になったので、なったので、綺麗なこな山形の山の頂点まで来たんですよ。ですから、このポジションはまあまあいい利益出てます。ただ、ボラティリティ的には見てください。 赤いラインが現実、予想ラインは黄色、黄色よりも下がってるということは、ボラティリティは低下してるんです。だからボラの低下で利益はちょっと減ってるんです、ベガロングだから、これは。しかしながら、この先回りしておくという戦い方、つまり日経平均の今後の動きの、まあ、上がるか下がるかをダイレクトに取るわけじゃなくて、最終的な着地点を。 予想すするんですよ今から1か月後、あるいは今から数週間後に、2万1500付近に来るんじゃないかっていう相場の予想があったときに、前回とかに、前々回に説明したのは、いわゆるコンドルにしたらどうですかとか、まあ、言ってないけど、バタフライにしたらどうですかっていうのもあったでしょ。つまり2万1500ぐらいのところにコンドル組むとなると、コンドルって4つオプションいるんですよ。買い、売り、売り、買い、4ついる。しかしカレンダーは2ついいじゃないですか。 だから、上がっていきそうな2万1500付近まで行くだろう、行かなくてもいい、自分に近づいてくればちょっと利益出る、だから2万1500のコールをバシバシと、うキジカを打て、キサキ買う2個でいいじゃない。ねという戦い方もできますよってことです。で、突っ込んだときやるとなぜいいか、キジカが、ボラが上がってて、キサキが低い可能性が高いから、このタイミングで組んでおれば、まあ、ボラの影響も少ないよね。 はい、さあここまでは、まあ、意外と単純なポジションのお話カレンダーをずっとあっというでぶ分回すあるいは突っ込んだときにやってみるあるいは今みたいに先回りしてやっとくこれ今コールの事例ですけどプットの事例だったら、まあ、自分のところに近づいてきたらボラも上がるんでもしかしたらプットのやり方も面白いかもしれないねプットの遠いところで待っとくわけ貼っとくわけ今2万4000 ちょっとこう、ね、割り込んでくるタイミングだ2万3500でプッとカレンダー組んどくとかねあるかもしんないはいただそれは相場感もだいぶいるしねボラティリティで戦ってるというわけではあんまないですよねそこで今日はちょっと複雑なんで難しいんですけどベガだけを取り出す方法をちょっと ご紹介します3の10を見てください、えー。IV の上昇だけを狙いたいということは、ベガだけをロングで取りたい。ガンマやセータはいらんわけよ、デルタももちろんいらないわけ。自分で今はボラティリティだけを勝負すると決めてるんだったら、ベガだけで勝負したいわけですよ。どうしたらいいか。 えー、通常、ちょっと上の段を見てください、お手元のほうがいいかな、これはある日の、えー、プッド22625、えーまあ、200円と435円のオプションを使っています、普通にカレンダーやるんだったら、記事か200円で、売ってき先400いくらで、えー、買うということをしますよね。さて、ちょっと勉強チックですけど、オプションチック、あのですね、 デルタをちょっと見てください、2つ、あのー。これ大体同じとこなんで、ほぼ同じでしょケニコシか一緒だから、ほぼ一緒。ところがよ、ところが、面白いのが、さっき言ったベガはね、ベガは、キジカとキサキは必ずキサキが、値は大きいですって言いましたよね。見てください。キジカ9に対してキサキ26.7二もある。これ押さえてくださいね。その一方で、ガンマ、ガンマはキジカがでかいんです。ほら 0.0695。キサキは0.0346。ガンマはキサキがちっちゃい、キジカが大きい。セータ見てください、セータ。セータも絶対値はキジカの方が大きいんです。キサキが小さいんです、絶対値がね。いいですかガンマとセータはキジカの方が,が絶対値が大きくて、ベガだけはキサキが大きいんですよ。ということは、 枚数を同じにしないで、このガンマとセータが消えるようにやってみるんです。単純に見ると、まあ、セータが、まあ、どれぐらいたまたまですけど、ちょっとキジカを1枚売りに対して、キサキを3枚の買いにしてみるんです。そうするとね、ガンマもセータも、まあ、デルタは 先物ででヘッジしてますねミニでこれデルタヘッジってこういうふうに使うんですよ。デルタはいらないから、今。デルタというか潰したいわけ。だデルタあとで調整するわけ。先物、ミニ使って。で、このように、まあ、セータが消えるように、ほら、28と7だから、まあ、実は4倍ぐらいなんですよね。4倍ぐらい。1対4ぐらいでいいわけ。まあ、ちょっとお金の都合もあって、1対3。 1>, キジカ1枚売りに木先3枚買うとこんなギリシャ文字になるんですよ。デルタ返ジしてるからデルタゼロでしょで、ガンマは実は0.0344ということはほら、木先1枚分ぐらいのガンマになってるでしょで、セータもまあプラス6.87ほとんどまあ逆にむしろプラスになってる。このように面白くないですか枚数をキジカとキサキで 変えて先物で返事するとこんなふうにギリシャ文字がきれいなくなるそして皆さん見てくださいベガを見てくださいベガどうですか70.75いわばデルタゼロガンマゼロベガだけ70プラスセータゼロみたいなポジションが出来上がるっていうのが味噌名付けてカレンダー応用ベガロング戦略 そそのままでですすけけけどど名てももなないん感じよねただ、よく見ると、あのカーブ見ると、やっぱりおわんなんです。やっぱ買いが多いから、オプションの買いが多いから。買いが多いのに、ベガロングで、セータも一時的にはプラス。ね。さあ、これがどうなったのか、次のページ。 えこれはまあ教科書事例です、あの分かりやすい場所を使ってますから、いつもこうなるわけじゃないですよ、分かりやすいとこ使ってるだけ、実際、2月の時にボベラが、ベラがボーンと上がったじゃないですか、ボラがどんと上がったでしょ、あの時です。はい、ご覧ください。えー、今のポジションをあの2月の1日付近に入れて、そしてあの2月の6日の大暴,でどうな大暴落でどうなったのかを見ていただいて分かるように、ポジション的には56万1000の利益が出ています。 でその利益の源泉を見てください。予想されるグラフが、もともとのちょっと重なってるんですけど、緑が予想グラフでしょ、あい緑がソーセージでしょで、黄色は予想じゃないですか、あんまり変わってなくないですか、つまり、ギリシャ文字さっき揃えたから、その変化が少なくなったんですよ。だって、ガンマだけしかあ、ベガだけしか取り出してないわけだ、あえて頑張って。 そしてなのに、あのピンク、もともとお椀だから、ドッカンといけば、そのお椀的にも儲かるわけじゃない、あのほら、緑のラインの、あの縦のラインの赤が今いるところよ、日経経はドどっか下がったんで、縦の赤ライン。だ予想されるとこでもいいんですよ、プラスなんです。なのにもっと上にあるでしょ、これは、ボラティリティの上がったのを。 ダイレクトにこのポジションが受け取ったということです。まあ、こういうふうにオプションを理解してくると、そうか、このポジションはガンマがこっちが大きくてこっちちっちゃい、セーター、こっち大きくてこっち小さい、枚数のバランスを変えたら、ベガだけがぽこっと,とでで飛び出してくる、デルタもすごくずれる、だからデルタは先物、日券25ミニでヘッジ。 という戦い方ができそうじゃないですか。ね、カレンダー応用ベガロング戦略でした。はい、えー、カレンダースプレードに関しては、ボラティティが上がる場面を狙ったりとか、ドッカンといくのを狙うので、すごくまあ気持ちが安心感がある。売ってると夜も寝れない。しかし買ってるときは、夜中に何かあった方が、 まあ何かあったって言葉は悪いな、えー、相場が大きく動いたら別に嬉しい。上がっても下がっても。とは言っても、相場の大部分は、上がったボラは必ず下がりますよね。ですから、ボラティリティが下がるのを狙う作戦っていうのは、みんな考えるんです。まあ、ベガをショートするっていう作戦を考えるんです。しかし、ベガをショートするっていうのは基本的に売りポジションなので、結構危ないわけですね。 だかかからいいににに安全に売るるっていうことを常に考えるわけですその一つの参考になるのがこのリバースカレンダーじゃないかというのは今日のお話ねはいさあ、リバースカレンダー先ほどのカレンダーからちょっと、えー、もう一回頭を切り替えるために思い出しますテキストの4の1を見てくださいリバースカレンダーの特徴をもう一回説明します4の1、えー、まずベガショートですですから IV の下落が嬉しいんですねそして ポジティブガンマと言いました、おワン型です。おワン型、リバカレはおワン型。えなので、大きく動いてもなんとかなります。このポジションは IV が低下する、インプライド・ボラティティが低下するのを狙うポジションだけども、万が一ドッカンと言っちゃって、ボラが上がっちゃったとしても、ドッカンといくとガンマが効いてくるから、なんとか IV の上昇の負けをガンマから取り返せる可能性もあるよね。という戦い方です。 はい、カレンダーと逆です、丸二よ、丸二、カレンダーと逆なので、インプライドボラティティは、あごめんなさい、タイムディケイが敵です、動かなかったら、どん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 へこんでいきます、思い出しましたね、はいえー、ただし、動かなかったときっていうのは、インプライドボラティティどうなります、一般的に、まあ、下がることが多いよね、ですからそういうときには、もしかしたらインプライドボラティティの下落の方が、タイムディケイを上回る可能性もあります。 はい、今言ったのはアットザマネの話でしたからもうちょっと抽象化して今いるところが一番利益になるのあ損するのはああのアットザマネの話でしょだったらアウトで組んだ場合どうなるかっていうとカレンダーと逆なので自分の権利行使価格に近づくと負けなんですよだからプットで組んだプットのアウトで組んだなら上昇してほしいしコールのアウトで組んだなら下落してほしいんです それを言い方を変えますと、丸四ですね、権利行使価格から離れたほうが嬉しい、もっと抽象化します、いいですか、権利行使価格から離れた方がいいということは、さっき言いました、プットは、プットのアウトで組んだら上昇した方がいいんでしょ、コールのアウトで組んだら下落した方がいいんでしょ。ところがじゃあプットのアウトでで組んでて どっかーんとその突き破ったらどうか、今、抽象化したっていうのは、その権利行使価格から離れればど,どうだっていいわけ。ってことは、プットで組んでて上昇が嬉しいんだけど、暴落して自分を飛び越してくれても嬉しいんですよ、ここが面白いところ、だコールでやった時には、コールで近づくと困るのよ、困るけど、そいと飛び越していって、もっと上に行ってくれたら嬉しいんです。 リバースカレンダーで抑えなきゃいけないのは、自分の権利行使価格のそばに寄らないでと思えばいい。それは、インでもアウトでも一緒なんです。いいですね。はい。で、重要なのは丸五。さっきも言いました。あくまでも、全部の合計で見たときのベガがマイナスになるんであって、キジカとキサキを別で考えると、キジカ外キサキ売りです。いいですか だからボラティリティが下がったねって言ったときに基地価だけ下がった場合は損します。ね、ただボラティリティが上がったねって言うんだけど基地価だけが上がった場合どうですかこれは利益ですよね、むしろ。ボラも上がって相場が崩れてるわけ。木きは動かない。売ってる木きが動かなくて基地価が上がってくれたら儲かる可能性がある。 はいそこでもうリバースカレンダースプレッドの場合はさっきよりちょっと少ないけれども、丸一と丸二を今日は、えー、ご紹介します、えー、まず丸一、相場がそこを打って緩やかに上昇気流に乗り始めたタイミングでプットサイドに仕掛ける上昇気流が始まったというのもミそですよあの、突っ込んだ時に逆張りでプットのリバース入れるじゃないよ、突っ込んでそこを打ってちょっと跳ね返って上がり始めて、 時にプットのリバーカレーを入れるんですよそのミスは後で言いますね。で、もう一個。えー、さっきのちょうど逆。もうベガだけ取り出そうよって話を。枚数を調整して、ベガだけをショートで取り出して、やれば、ボラティティの低下狙えるよねっていう、その2つの説明をします。はい。ほぼ先ほどと同じような事例で、3月の、えー、末です。 これは意外と使えるから理解覚えていただきたいんですけどドッカーンと突っ込んだ時やるじゃダメなんですなぜかなぜか突っ込んだ時って木鹿のボラどうですか高い高い木鹿を買って追いついてない木先を売ると高いの買わされてるからダメじゃないですかところがドッカーンっていくけど木鹿がポンと上がって木先が追いついてくるところが上昇し始めたら 急激にキジカのボラはへぼんこむ、こうへこむ、へこんだときに買えばどうですかで、それがこの先ほども出てきたこのプライズのこのキジカとキサキなんですけど、このリバカレの戦略では、ぜひ理解していただきたいのは、キジカとキサキが離れてきているときじゃなくて、シンクロして動くときはミソなんですよ。 シンクロして動くつまり、いいですか、キジカが1ポイント下がる、キサキも同じように1ポイント下がってくれたとき、買ってるキジカが下がってるからベ、ボラでは負けるんだけど、キサキも下がるわけじゃない。で、ベガというのは、キジカとキサキ度では、キサキの方が大きいでしょ、売ってるんだから、下落すれば、安定的に下落すれば、ボラティリティの、まあ、低下をうまく取れるんです。 ですから、ジカとキサキがこのように、ほら、ガチャガチャしてる、その,そのちょっと手前は、ガチャガチャその,その丸のちょっと手前は、一旦ガチャっとしてますが、その後緩やかに安定し始めたなと思うタイミングのどこかでやればいい。で、それが、これを見るの大変だけど、チャートでわかるんですよ。ほら、ドッカーンと突っ込んだ後反転して、緩やかに上昇し始めた頃ものすごいざっくりとした。 あのテクニカル分析ですけどこれでいいんです大体ドッカンっていった時はキジカがボンと上がっててやべやべになってるで徐々に上がり始めたら安定する安定するとキ,サキジカと木先がこうずれてたキジカと木先はこう順調にこう下がっていくイメージわかりますかねこういうタイミングはい見てください4の3 えー、3月28日に組んでます、あのー。リバースカレンダーというのは、ボラティティの低下を狙う戦略だと言うんだったら、ボラが跳ねた時やきやりたくなるでしょ、しかし、跳ねた時ってのはさっきから言ってるように、キジカが跳ねてるんですよ、大体が。だからそのキジカを買うわけにいかないから、ここはやっぱり、頭とオップはくれてやるんですよ。わかりますで 跳ねて降り始めて、安定期に入った時に仕掛けるとやりやすい、そして上昇気流の相場が上昇し始める時の下にプットで入れてあげると、プットっていうのは、さっいました、アウトで組んでますから、どうですか、相場が上昇したら、そのプットのアウトから離れてきますよね、だからいいわけです。さあ、具体的な事例ですが、相場日経平均が2万1000何がし。 35円ぐらいの時に2万1000のプットオプションをのリバースカレンダーを組みました相場間的には上がっていってほしいと思っています上がっていってくれればボラティティが順調に低下してかつ自分のところから離れていきますからガンマでも取れるという可能性があるポジションご覧ください、このカーブを緑のカーブねソーセージの予想グラフそして黄色が数日後のこの日の 予想,予想グラフ、実際はあの赤になってる、なんでボラティリティが低下したから、タイムリケイブンよりもボラティリティの上昇、下落の方が良かった、そして相場が上昇してくれたから、ガンマからも利益出たっていうのが、このちょうど縦のピンクラインと、そのピンクのカーブが交わったところがプラスになってる、これがリバースカレンダー上昇で狙う戦い方の成功例です。 まあ次のページにその推移がどんなふうに出てたかをあの載せてありますからまあ見てくださいでポイントはここ次4の5あのー、今は上がると思ってやったらあ、まあ、順調に上がったってことでしょあのー、そんな当たりは苦労しない上がると思ったんだけど上がんなかったっていう ただし、上がると思ったけど上がらなかったのでうろうろされちゃったら、さっき言ったようにタイムリキーケで負けますよ。負けます。ただ、これを事例は、ご覧ください、左のチャートで、あの辺からドッカーンと上に行くかなと思って入れたんだけど、もう一発下げちゃったっていうパターン。えーと、あと上昇すると予想して、プッと2万3千の利和からを入れて、えー、上昇して IB も低下して、自分のところから離れるから、ガンマからも利益が出るような、そういう、えー まあ予想したわけそしたら残念ながらどカンといって2万500円まで下げちゃったって、うう2万1000円まで下げちゃったという、こういう事例ですわ。はいご覧ください。これ、あの例の,あの暴落したときよ、暴落する前にえ1月29日の日にね、リバースカレンダーを入れたという一応シミュレーション。 2万3625円、えー、ちょっとしたの2万3500のリバカルを入れた、相場間の予想は上昇していって、自分から離れていって、2万3500円から離れていって、ボラティティも低下して取ろうと思ってた、予想はあの緑の形をしている、ところが予想が外れて、予想は外れますよね、ドッカンと下がっちゃった、どうなったか、先ほど言いました、 リバースカレンダーというのは、自分のところから離れればいいんですよ。上じゃなくても下でも。飲み込まれて、ドッカンと下げちゃった。予想のグラフよりも赤が左側では下にあるでしょこれはインプライドボラティリティが上昇してしまったからです。予想している黄色よりも下がっちゃってる。これはボラティリティの上昇分の負け。しかしながらご覧ください。ドッカンと言ってくれたおかげで ガンマからなんとかなってる。ね。そしてもう一個オプションチックなことを言うと、ディープインザマネーになる、あるいはアウトオブザマネーになる、遠くなればなるほど、時間的価値はなくなります。ですよね。ということは、インプライド・ボラティリティって、時間的価値を増やしたり減ったりするものであって、本質的価値を増やすもんじゃないよね。 ドッカーンといって時間的価値が少なくなればボラティリティの影響なんてないんですよだからこのグラフって実は横に行けば行くほど黄色と赤は一緒になりますつまりこのポジションはドッカーンといってディープ超ディープインザマネになってくれればなってくれたほど嬉しいレガの影響もほとんどなくなっちゃうただ ディープインしちゃうと、値洗いで困ることがたまにある、だから、ちょっと注意しなきゃいけない。まあ、先物使ってなければいい、オプションだったらいいんだけど、まあ、ちょっとディープインしたときは気をつけましょう。はい、えー、どんな動きをしたかっていう数移を載せておきました。さあ、時間もだいぶ押してきましたので、最後、えー、丸二先ほどのカレンダーの応用型と同じことをやってみましょう。えー、リバースカレンダー応用ベガショート戦略。 そのまま、えー、さっきと同じです、想像しましょう、まず今使ってる銘柄、上見てください、えー、今使ってる銘柄が、えー、プット2万2000使ってます。はい、えー、よく見てください、このデルタとガンマを比べます。デルタはほとんど一緒 ガンマはキジカとキサキとではさっき見たようにキジカの方が大きいキサキは小さいセータどうですかセータははいキジカの方がでかい絶対違うねっ木先は小さいはいということで組み合わせを考えますたまたま今回は2対3にしました 2枚買いの木先3枚売り、デルタがだいぶずれるので、5枚ほど売ってあげて調整します。そうすると、見てください、デルタはほとんどゼロ、ガンマも、これちょっとプラスになってますけど、まあ、ほとんどゼロ、セータ、これもほとんどゼロ、そしてベガを見ていただくと、マイナス54.67マイナス。したがって デルタゼロガンマゼロセータゼロでベガだけマイナス50何取り出せたいような形になってませんかもちろんオプション2つ使って先物も,も使うなんていうのはすごく大変かもしれないけどギリシャ文字的にはゼロゼロショートベガだけショートセータゼロっていうのはできてますよね。はい次のページを見ていただくとこのポジションの姿が見えてきます。 デルタゼロで、ガンマもゼロってことは、グラフは真横なんですよ、動かんのよ、本当は。で、えっ、ー、と、もちろんちょっとだけね、ポジションっていうのは生き物ですから、少しこう、予想ではあんなふうにへこんじゃってる、緑はね、黄緑は。ところが、このポジションは、そのちっちゃな動きしかないわけだから、インプライド・ボラティリティが下落してくれれば、あんなふうに赤のように浮き上がるんですよ。 上下2000円ぐらい、まあ、上下1000円、1円ぐらいの範囲、これは、ね、上下1000円ぐらいの範囲内であれば、このようにデルタの影響、ほとんど受けません。インプライドボラティティの下落で、全体的にこうベガショートから利益が出るパターンです。もちろん、これ、キジカとキサキ使ってますから、キジカのボラティティの動き方とキサキのボラティティの動き方が違うから、うまくいくかはからないよ。 ただ先ほど言ったようにきれいにシンクロして基地かとき先がうまいことこう下がっていくような場面であれば組みやすいはいこのポジションからはこれだけのね、えー、ベガからまあこの損益図を損益表を見てくださいえっ、ー、と利益の源泉はほとんどベガだっていうことが分かりますよね数値の解析からまあなかなかこの数値の解析は 手計算でやるのは難しいと思いますが、これはまああの先ほどが言っているプライズのねところであります。四の九です。プライズのえ機能でこういうのが分析できます。四の九。はい。はい。ただ注意、一個注意、見てください。今二千幅、千幅の二千幅で見たから真横だったんですけど。 さっきのカレンダーの応用はおわんだったじゃないですか、やっぱりこれは売りが多いので、最終的には右左が下がっちゃうんですよ、その限定されてないんです、だからこのポジションは危険、ですか、上下1000円幅ぐらいだったらいいけれども、2000、0 0 0円どっかんいかれちゃうと、見てください、やられちゃう。だからこのポジションはちょっとリスクがあります。リバカレーは いいけどこれは売りがちょっと多くなるので危険なので十分に注意しな,いしないといけない4の10のページはありませんかありますねはいよろしいでしょうかで 今日お話しした作戦は、実は、こう、つながりがあるというか、例えば、次の 5, の5のページ見てください、次のページ。まず、ルーティン的にね、毎月同じようなタイミングで、記事買う、適き買うっていうカレンダーを組んで、もうルーティンしとくわけ、ポ,ポコポコポコで、カレンダーって動かなければ利益だったでしょ。 ストラだからもルーティンでボコボコやるんですよ。で、その一方で、ベガがち、あ、IB が低いければ、前回やったポジティブガンマもやるわけ。で、これはどっか遠く行った方が嬉しいでしょだそういった違うロジックで動くのを組み合わせるわけ。カレンダーはカレンダーほっとく。どっかの証券会社で一個ほっとく。で、違うやつは違うやつで一個持っといて、でそれでデルタエッジする。動かなくてデルタエッジして負けちゃったときにはこのカレンダー勝つじゃん。 どっか行ったときはこっちで儲かってカレンダー負けるじゃん。っていうことをやってみる。どっち,でどっちかでもいい。で、ルーティーンはいいんですけど、例えばもうテーオラで、木鹿も木先も低いなと思うときには、さっきやったほら、カレンダー応用ベガロング戦略。木鹿を1枚売って、木先を2枚買う。ね、で、先物でヘッジして。 ボラティティが上がるのを虎視眈々と待つ虎視眈々と待つ間タイムリケーで減っていくんですよ普通買いポジションっていうのはしかしこのポジションだったら虎視眈々と待つ間セーターの影響をこ殺してたでしょだ待ちながら待てるわけ時間経つのも一応待てるで案の定ドカンと言ったドカンと言ったら生地化が暴騰してる可能性があるから生地化ポーンと打って木先を買うというカレンダー入れてみる そしてその後相場が落ち着き取り戻して緩やかに上昇していくときにはプット側にリバカレーから入れて待つみたいなことをやるで落ち着いてきてるんでまた元に戻ってルーティン的にカレンダー入れるみたいなことを今の今日やった話をうまく組み合わせてご自身のまあいわゆるこう何一巡的な戦い方っていうのがこの5の話いろんな場面でこう使い分けられる どんな場面でもできるという可能性があるよねっていうそういった一つのヒントですよこれが絶対解ではないしこれで儲かるわけではない絶対儲かるとは言えないしかし今日やった話っていうのはその場面場面を大体こうきれいに網羅できてる可能性があるということですまあ一つのヒントにしてくださいはいえー、ということで今日はあのー、カレンダースプレードという相当突っ込んだ内容で えー、第5回はマニアックな人しか来ないだろうという予想のもと、えーまあ、皆さん、そうだっていうことじゃないですそんなに来るのかなっていうのもちょっとあったんですが、まあ、こんなに多くの、えー、方に聞いていただいて本当これこのあと、先の流動性高まるんじゃないかなっていう本当に期待をしています、えー、ただ、いきなりやるのは大変ですからぜひですね、えーまあ、研究していただいてカレンダーも可能性ありますよね、面白くないですか ねえー、オプションっていうのは、現月あの縦の関係の権利・使資格がいっぱいあるわけだから、縦の関係で組み合わせたりするのはもちろん必要ですよね、コールとプットあるんだから、コールとプット両方使うのも必要ですよね、あるもの使おうよってこと、プラス、現月がいっぱいあるんだったら、その異現月間トレードもやっちゃおうよ、そうすればオプションのいろんな、まあ、機能を網羅できる。ということで、今日は最後にこの第5回ということで、カレンダーの話をしました。 全、えー、5回にわたって、えー、本当に一生懸命聞いてくださって本当にありがとうございました、えー、皆さんの,です、ね、あのオプションの、まあ、投資がうまくいくことを祈っております。今日のところはどうもりました